パーソナルトレーナーのユージです。僕は普段パーソナルトレーニングをしていく中で。 エクササイズは何をやるかという、この選ぶ選択してるものはものすごい気を使ってやっています。まあ、なぜならもう時間が決まってるからなんですね。60分は60分で決まってるので、その中でやるべきことを厳選してやらなければいけないんですけども、だから効果が出ないものをやらないし、今やる必要はないものをやらないとかさらにはそれをきっちり時間内にできるだけ多くやっていくということも大切なんですけれども、その種目選びに関しては本当にね、その何が必要か何が必要でないかで、この人にとっては何が必要かということをものすごい厳選して考えています。 その中で肩に関して、まあ僕はね、50歳過ぎたら肩はしっかり鍛えようと言ってます。まあそれは通常腕は下ろして生活するものなので、このまま下ろして生活すればどんどん衰えてくるので、肩をしっかりやらなければ、やはりこの全てが落ちてくる、筋肉だけじゃなくて肩関節自体も落ちてくる状況になってくるので、そこがより年齢を感じさせるものになってくるので、それにね、逆行するような形でやっぱりしっかり肩をつけていくこと大事ですよってことは言ってます。 まあ、そんな中で、肩のトレーニングに関して何をやるかというのは、まあもちろんベーシックである、ショルダープレス、そしてサイドレズという、この2種目はまあ絶対欠かせないわけですね。大胸筋がダンベルプレス1種目だったとしても、まあ肩はこの2種目はまあやるわけです。まあトレーニングを始めて本当にもう最初の1ヶ月過ぎたところでもその2種目はもう絶対にやってるわけですよね。で、実は、その特に50歳以上の人に関して、肩のトレーニングは3つ目のエクササイズというのを早めに紹介をしていることがあります。 早めにというのはまだねトレーニングが始まって正直3ヶ月か4ヶ月ぐらいであるにもかかわらず3つ目のエクササイズをやっていますそれは今のショルダープレスサイドレーズに付け加えてこうやってね転んでやるライングリアデルトレーズといいうものをやっていきます結構ね僕のお客様で50代60代にしては結構これを取り入れていることがあります では、なぜその厳選して時間が少ない中で、これを取り入れているかということなんですけれども、まあ一般的には今のね、寝転んであるライングリアデルトレーズというのは、肩の三角筋がまあ全部、チューブ、後部と分かる通りの後部、後ろ側ですね。この後ろ側をしっかり作ることによって、丸みのある肩、しっかりしたね、見た目のいい肩を作るため。 という目的でやるんですけれども、まあもちろんその目的もありますよ。目的はそうかっこよくした方がいいというのはあるんですけれども、ただ、かっこよくするだけの目的でこんなね、ちょっとマイナーな種目をわざわざ、まあトレーニングを始めて4ヶ月半年という50歳以上でやる必要があるかということですね。まあそれはもう一つ理由があるからなんですよ。それはですね、今のまあ見た目動向ううとは全く別です。正直ね、普通に言えばまあショ、ソルダープレスのサイドレースやったればいいと思うんですけど、やはり50年以上長く生きてくるとですよ。 かなりほとんどの人が、さっき言ったように肩が下がる。下がるだけじゃなくて前に行く。そしてそもそもこう腕を前に出して作業をしている時間が長いということになってくるわけですね。長いっていうのは一日なくてこの何十年にもなってくるわけですよ。そうするとですよ。そうすると、こういう風うにしてると、この後ろ側の筋肉がとにかく伸びて伸びて、そして使わないで使わない。こういう後ろに引くということがあまりないので、 とにかく退化してしまって何もなくなってでこれが何もないがために余計に肩が前に行ってしまうってことは起きがちなんですよ、ね、だから結構ありがちなのがマウスを使う右側の方がかなり肩が前に出てしまって今のリアデルトレーズをやった時に左よりも右側がきついっていう人もまあいますなのでこのリアデルトレーズを僕がかなりね早い段階から取り入れているというのは形の問題だけでなくこのねリアデルト三角形酵母をしっかり作ることによって このね、腕をね、引き戻すための筋肉を養ってほしいということなんですね。 でなければ肩がどんどんどんこうなって姿勢自体が悪くなってくる。そして肩こりもなるとか。まあいろいろあるわけですよ。あるいは、ここはしっかり縮めない引けないがために、こうやって下ろした時に、ダブルプレスを下ろした時に、これがこう、肘が下がってしまうとかもあるので、その正しい位置にこうやって戻してこれるになるためには、この後ろの筋肉をしっかり作って、後ろにこう引けるような肩を作らなければいけないので、だから機能的にもこれはやった方がいい種目なんですね。だからここは正直言うと、もう20代の人は全く別な意味合いになってくるということ。で、ただね、このね、リアデルトレ ーズをやっていく時にすでにやってる人もいるかもしれないんですけども結構ね、あのー、やってるつもりでちゃんとできてない場合がこれかなり多いです。でこれは本当にアームカール以上に違う筋肉を使いがち違うフォームになりがちなんです、ね、僕はこの注目をですね。 もう本当にトレーニングを18歳で始めたその頃からってもう33年ぐらいずっとやり続けてずっと33年研究し続けてるんですけどもなのでこのフォームとね間違いできっちり聞かせてほしいところですで今寝転んでこういうふうにやっていくライングリアデルトレーズというものですけどまあいろんな種目ある中でまあ僕はこれが一番いいこれは聞きやすいと思ってやってるんですけどまずねこの重さに関して重さをね間違えてほしいです男性の 初心者から、まあ中級者に入るかなっていうぐらいのところの人で、まあ、せいぜい2キロ。2キロより上3キロはもうまずないですね。1キロか2キロでいいです。で女性の場合にはもう1キロでいいです。まあもう女性の場合でもしくは500グラムあれば500グラムでもいいです。もうそれを超えないところから始めた方がいいですね。僕の計算で、このライングリアデートレイズを3年あるいは4年やってる50代、60代の人で、そ,それだけ3、4年やってる中で、 扱ってる重さが5キロから6キロなんですよ。もうそれぐらいです。それ以上の人はなかなかいないと思います。で、僕もかなり長年やってますけれども、これで10キロです。その重さのところを間違ってしまう、ただただ全身で振り回すという風になってしまうので、この重さだけはまず気をつけてください。結構で重すぎる人が多いです。これ寝転んでやっていくんですけれども、まずえっ、ー、とこの腕枕の状態はこういう状態。それから膝を曲げます。股関節を曲げます。で。 やっていくときに、体まっすぐではなくて、肋骨を入れて腰が丸まるような、ちょっと背中が丸まったような形の方がいいです。ちょっと中に肋骨を入れるような形。だから、これを上げていくときに、上げていくときに、息を吐く。吐くことで、これより中に入れるような力を加えなければ、加えなければ、逆にこれが飛び出して、また普通のサイドデルレスと同じように、僧帽筋を使ってこう、 肩を引いてしまうんですよ。だから、総目筋を使わないため、肩甲骨を広げた状態でやった方が、この三角筋後部は使えるので、肩甲骨を広げる。そのために、お腹の中に肋骨の中に入れる、息を吐くことに肋骨の中に入れて、腰を丸めて肩甲骨が開いた状態でやっていく。ということが大切になってきます。まず、この時点でかなり、あの、間違えてる人が多いるので、しっかりね、この肋骨の中に入れるような締め方をしてください。 そして、頭上から見るとですね、頭上から見るイメージを頭の中でしっかり描いてくださいね。これ、やっていくときに、運動の中心は肩のこの、ここの肩胞っていう骨になります。ここになります。で、ここを中心にこを描くという運動なんですね。ここを中心にこう描く。だから、やってる最中、これはね、ちょっと重すぎるともうこれをグワ、ぐわーぐわっとさっきの双方向きを使いながら肩関節を引くことによって引いてるので、全然三角筋後部が縮まってこない。 やりたいのは、ここを中心にして、上腕、これを動かすことによって、三角筋後部が縮んでくる、ということをやりたいのに、全体を動かして、なんかダンベル上がってるけど、全然三角筋後部が収縮してるっていうのはもう、ダメということですね。なので、とにかく、ここを中心にやっていくというイメージを描いたし、で、固定してるようで固定してない人っていうのは、これはね、 固定のためのこと何もやってないからですよ。固定するっていうのはこういう風に上げるとこっちに力が加わるから、これを押さえて後ろに行かない力を加えないと後ろに行ってしまう。今度降りるときには前に引っ張れるから、この前に引っ張れるのを食い止めるような力を加えなければ前に行っちゃうんですね。だから逆の力で押さえる、降りるときは逆の力で押さえる、逆で押さえる、逆で押さえ,えるというこの感覚を入れていかなければ結構肩関節がこう動いてしまうんですね。そこの感覚をちょっと気をつけてほしいです。 そして、この肩関節中心でやっていくんですけど、肘の角度。肘の角度が、これ伸ばしたところからまあ10度ぐらいちょっと曲がってるぐらいを固定したままでずーっとやっていく。これもかなり、ここが間違いやすいです。感覚が頭の中でダンベルを上げようと思ってると、あるいは思ってなかったとしても無意識にですね、なりがちなのが、上げた時に肘を伸ばしてしまう、下ろした時にこれ以上に、ちょっと邪魔かな腕が邪魔なんで、ちょっと。 <laughs> 腕ゃこっちを下ろしますけど、下ろした時に肘を曲げすぎてしまう。で、角のところで休んでしまうんですよ。で、この肘の角度を変えたくないです。一切変えたくない。この10度曲がったのを一切変えたくないです。だから、トップでもこのちょっと曲がった状態。降りてもちょっと曲がった状態で、ね、曲げすぎやしない。これが、ついついね、ここのものを押すという感覚で伸ばして、この三頭筋を入れたような感じになってしまうと、それ三頭筋だから。三角筋後部に効かなくなってしまう。とにかくここを固定してやるってことを目で見て確認します。 目で見てやっていく伸びすぎない、曲がりすぎない。だからね、感覚としてですよ。感覚としては、この肘を押すという感じ。ここでね、トップで肘を押す。下ろすときにも肘を下ろす。肘を下ろす、肘を下ろすという感覚である。ダンベルではないということ。で、降りたときにダンベルをカクンと落としてしまうのは、やっぱり、あの、思っているより曲がりすぎてしまうんですけど、そうすると、下ろしたときに自分で伸ばしているぐらいのイメージでいかないと曲がりすぎちゃうんですね。だから、下ろしたときには伸ばしているぐらいのイメージ。 上げたらちょっと曲げてるイメージ。下ろしたら伸ばしてるイメージ。上げたら曲げてるイメージ。ぐらいの方が、まあ、ちょうど良くなります。で、その中です。ちょっと反対いきますけど。その中でやっていくのが、このね、肘の、この先の骨あるじゃないですか。この骨。これが天井に向く方向でできるだけ行きたいです。これがですね、やってる時に肘がこっちに寝ちゃう人がいるんですよ。こういうふうに上が。上がる時にこうやって寝ちゃう人がいるんですよ。 で、ダンベルはこれも上がってるけど、もう三角き甲部が逃げてる動き。肘の先が天井に向かう,ように、とにかく、イメージは肘の先を押すということ。肘の先を押すことでしっかり三角き甲部が収縮してくるので、絶対に肘の先をこっち天井に向ける方向でやっていく。降りるときもそう。降りるときも寝,寝ちゃダメです。寝ないように肘の先は天井に向いたままでずっと行き来するというのはこれも絶対です。これを全部崩してる人は重いのができちゃうんですよ。 重いのやるのけじゃなくて、とにかくここに三回後部にしっかり負荷をかけて、そこの伸び縮みをしっかりする、負荷を乗せるということが大切なのこの肘は絶対上に向けた状態。それと手首。手首をですね、これね、持ってるとね、これをこういう風にしてたら手首ついつい近い手首反っちゃうんですよ。反らないです。これを目で確認して、手首こうスラッとまっすぐな状態のままで、一切手首を反らないでやっていくということです。で、この、 グリップなんですけど、グリップはほぼね、このね、小指薬指を握ってるぐらいで、中指人差し指がほぼ握らないです。親指ほぼ握らないです。小指だけを握って、かつ小指のよ小指、小指とこの手のひらの横を押してるという感覚で、それで行けばちょうど肘の先も天井に向くという感じですね。で、上げる角度というのが、そっちから何度ぐらいになってます ?60 度ぐらいになってますまあ中間ぐらいな感じです。ここがね、60度か。 えー、そのぐらいかなというか、それ以上もう上げないですね。上げすぎないということ。で、下ろしたときはかなり下に下ろしてです。かなり下っていうのは、このダンベル、ここじゃないですよ。ここがね、肘、肘の位置がかなり下に落ちる一番下の通りです。ただし、三角筋後部は脱力しないということ。だけど、この肘は目いっぱい落として、目いっぱい伸ばしてです。目いっぱい伸ばしたところから60度ぐらいのところまでの範囲を、角度、角度を変えないで、 小指の横を押す感じでやっていく。という感じですね。それでいて、このね、体に対して、上から見ると、体に対して、90度の角度で上げていく。これを90度じゃなくて、ここを上から見て90度じゃなくて、このね、なんかね、70度か60度で上げてる人いるんですけど、そうすると効かないです。90度までこの広げる。腕をこっちに持ってきて、かつ肘を天井に向けてやる。という感じで、行っていくと、 一番しっかり縮んでしっかり伸びる感じが偉いので、とにかくこっちに逃げないということね。そこだけしっかりとってください。でそんな感じで、息を吐いて、吸って引き伸ばして、吐いて、吸って引き伸ばして、吐いて、吸って引き伸ばして、これぐらいのペース。息は少し強いですけども、帰りはゆっくり丁寧に吐いて、帰りはかなり丁寧にやって、三角筋後部だけで抵抗するという感じでやっていくのを、 がちょうどいいですね。とにかく三角筋後部だけ使うようなフォームにしていくということです。今のようなフォームを気をつけていくと、正直むちゃくちゃ重いのってできないですよ。だから僕も30年経っても10キロでやってるわけですよ。だから皆さんは本当に、最初は本当に男性なら2キロ、女性なら1キロ、それより重いのはやらないで、で、今の15回を左右交互にやりながら3セットやってみ、セットやってみてください。めっちゃくちゃ筋肉痛いです。めっちゃくちゃ筋肉強くてものすごい痛いです。 筋肉杖が初めて来てそんなに自分がこの筋肉使ってなかったのかってことを驚かされます。それだけここの筋肉を使わないでこういう感じで生活してるどんどんどんこう伸びる一本になのでだから本当にこう縮める筋肉を養っていかなければ腕肩がこういう風に戻ってこないこういう猫背の状態によりなりがちなので。 でまあそういう状態だと、ショルダープレスも上がらないし、まあ、下手すればね、肩自体が硬くなって、50肩にもなりやすいとは結構多いので、このライイングリアデートレーズというのは、50歳以上こそ早めに取り入れてほしいです。ただし、適正なフォームで、適正な重さでやってください。 今ね、えー、手元に軽いダンベルがある人はそれでやってほしいですし、まあ、なければ、あの、最初本当に 500g のペットボトルだけでもいいと思いますよ。それだけでやっても最初はね、結構筋肉痛になると思うので、まずはね、試してやってみてください。はい、頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもやってますらフォローよろしくお願いします。パスはトレナリユーでした。GO!